そうだ、温泉があったんだ。水着のことすっかり忘れてたわ。ふっふっふ、心配無用。そんなことになるんじゃないかと思って、私が全員分。さすがに用意が良すぎるのでは。なんだっていいわ。さすがね、アレッド。みんな、えへへ、備えあればなんとやらってやつだよ。水着があるなら文句ねえだろ。さっさと入ろうぜ。温泉はの、ってこいつ寝てる。いや、寝ていないぞ、ね、それを寝てるっつうんだよ。でもわかるな、私もよくお風呂で寝ちゃうもん。この前もピリカさんに起こされたし。あれって、お前一生一人暮らし禁止な。暑くて地獄の火山だと思ってたけど、この温泉の。そうですね、ただロイテールから距離があるので。そっか、じゃあソフィーさんとプラフタにここに温泉旅館みたいなの作っ、お得意の錬金術でこうパパーっとね。おお、それいいわね。お願いできる？錬金術はそこまで万能で。火山の暑さ対策をした旅館にするなら、材料は本気でレシピを考えないでくだ。錬金術ってすごいな。しかし、あんま長風呂してっとのぼせちまうからな。名残惜しいが、そろそろ出て出発しようぜ。